どうも、はじめっちチャンネルのはじめです。今日は島根県の大田市にある世界遺産石見銀山へやってきました。でも今日は銀山坑道の紹介じゃなくて、銀山と一緒に繁栄してきた町並みを紹介したいと思います。ここ石見銀山遺跡は、銀鉱山跡はもちろん、町並みや街道、あと城跡など14の資産で構成されていまして、ここ大森の古い町並みも資産の一つとなっています。今日は時間があまりないので、重要文化財の熊谷家住宅へ行ってみたいと思います。それでは駐車場から近い大観所跡から出発します。何やら芋大観という提灯がぶら下がってますけど、これは受け狙いなどではなくてですね、享保の大飢饉があった時に、その当時の大観が持ち出しが禁止されていたさつまいもを入手して、その栽培を奨励することで多くの住民の命を救ったということから、そう呼ばれているそうです。それでは町並みを抜けて熊谷家住宅へ向かっていきたいと思います。本当古い町並みが状態よく保存されてますよね。こちらは明治5年に開局された旧大森郵便局跡だそうです。これは小旗じゃなくてタバコと読みます。昔は右から読んだんですよね。ここから熊谷家の壁沿いになります。なんとも立派なお屋敷ですよね。ちなみに熊谷家は石見銀山とともに繁栄した豪商の一つということで、建築されたのは1800年、今に至っては保存修理工事等を行ってですね、幕末から明治初年の姿に復元したということです。ちなみにここは重要文化財なので、動画を SNS にアップするのは禁止とのことで、ここからは写真でのご紹介になります。ここは土間になりますが、梁が圧巻ですね。ここは勘定場です。ここは玄関で、重要なお客さんが出入りする表玄関になります。そして表玄関から左手にある奥の間です。大名家役人などの接待に使われたようです。この蔵なんですけど、上と下で色が違うの分かりますか？下のグレーになっているのはネズミ漆喰といって、炭を練り込んだものになっています。この漆喰は高級とのことで、下の見えるとこだけネズミ漆喰になっているようです。ここは特別な場合のみ開かれるもんで、この石の上で籠から降りて直接奥の間に入ったと言われています。首が折れそうな枕ですよね。こちらは母屋の2階になります。
こちらは16代目当主に嫁いだ女性の嫁入り道具になります。こちらの女性はこの家で暮らした最後の人で、平成17年にお亡くなりになられたそうです。では熊谷家を出てもう少し街並みを歩いてみましょう。こちらの利用館新たは大正末期の貴重な利用文化が残っているということで、2012年に利用遺産認定の第1号店として認定されたようです。それにしても時代を感じる椅子ですよね。簡単に一部だけご紹介しましたけど、ここにはまだまだたくさんの見どころがあります。ぜひ一度訪れてみていただけたらと思います。それではまた。